はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ今回はね、前回の動画の続きになりますね。ビーツスタジオ3、あなたならどうする、買い替える、それとも修理するっていうお話になります。これね、モモキちゃんがね、ヘッドホンダメになったかなんか買い替えなんて言ってたんだけど、いやどんなものを聞いてるのかとかね、全く情報わからないんで、中華のものでってことなんでね、まあ、4,000円ぐらいだったら、ってね、まあ、これぐらいがとかって言ってたんだけど、元がね、どういう使い方でどんな音なのかっていうね、好みもあるしって言ってたら、まあ、とりあえず元気なおじお疲れ様です。今使ってるヘッドホンが2年前だよ。2年前に携帯ショップで分割で購入したアップル社のビーツスタジオ3です。ボロボロになっているところは、イヤーパッドのコーティングをしているところがボロボロになってきたので、それでこすり取って、その上中のスポンジを覆っているのが一部縫い合わせているところが欲しいで、スポンジが触れる状態になっています。それからイヤホンが家族で集まっているところで片耳つけて動画を聞きながらテレビを聞いています。ヘッドホンが自分の部屋にいるときにつけています。最近はヘッドホンの有線も接触がうまくいかなくなっているので外して使っています。あとはノブサウンドさんじゃなくても構いません。予算は4,000円から5,000円ぐらいです。こんな感じで大丈夫ですかってことなんで、皆さんのね意見を見てみると、まあおじいが言ってたワンオーディオプロね A50、まあ、やや低音強めなのでそういうのが好きな人にはってことでね、まあそうだね。でもヘッドホンとイヤホンの違いって何だろうって、その振動板の大きさが10ミリか50ミリかで5倍違うわけで、ヘッドホンはそもそも低音パンチの効いた音を聞くためのツールだと思うんだよね。逆に言うとヘッドホンでその低音が好みない人ってヘッドホンしか見てないよね。そもそもね、まあでも YM 無印のね、ま、あのマーク1ね、まあ、そのパターンもあるからな本当、ね。そのイヤホンのファーストインプレッションについては先日コメントしたいね、コメント中全部見てます。だ今回はイヤホンはパスってことなんでね。ハムカツさんもプロ50より KZ イヤホンですね、安くて音が良いね。でもヘッドホンだそうです。で見てみたらこのビーツスタジオ3っていうのはね、今プライムデーセールで安くなって26,310円、まあ元が47,800円もする。だから携帯ショップで買ったっていうと多分これ買った47,800円で買ったんだろうね、分割でね。でビーツでもソロってやつだと17,500円ね、全然違うんだろうね。だこんな化け物みたいなやつを聞いててね、おじい思うんだけど、やめた方がいいんじゃないかなって思うんだよ。アップルだから、まあ、アップルの4万円っていうのは大体他の商品の1万円と同じぐらいだなとは思うんだけど、でも 4,5,000円っていうとかなり差が多いからね、10分の1でしょ。だからこれが47,800円で買い替えが予算が4,000円から5,000円で10分の1、でもアップルはぼったくり4倍だから、まあだから本当それで見てもやっぱりどうなんだろうなと思うよね。でまあボロボロになったって言ってたんで、この交換用のイヤーパッドね、まあ純正品でなければアマゾンの発送で1370円で売ってるんだよね。であとアマゾンの発送でなければ赤いのが999円、これね、ただ届くまで2週間ぐらいは最低かかると思うんだけど、で、まあ、色が関係なければ、まあ、999円で、黒が良ければ1370円、ね、まあ、そんな感じだけど、どうだろうね、その有線の入れるところもなんか接触があっていうけど、そこどっちなんだろうね、ちょっと綿棒で
ベビーメンバーでシュルシュルシュルってなんか障子やってどうなんだろうね。2年でしょ、2年で4万7千円司会してるって1年間どんだけ高いのよ1年間2万4千円うわ1年間2万4千円かってことは12ヶ月で2万4千円だから1ヶ月2千円1ヶ月2千円かと1ヶ月15日で1000円うわー15日で1000円1週間ぐらいで500円ぐらいからすごいすごい値段だな本当。腐ってもたいって言うからなどうなんだろうね。おじい的にはね、やっぱり住むところとか車とかオーディオとか、まあ、スマホもそうだと思うけど一回上がったところから下がるっていうのは大変だと思うんだよ。不満が出てくると思うんだよな、ストレスがね。おじいそうだもん本当。だってヤマハのアンプをワンランク落として7シリーズから5シリーズに落としただけでもうその日に嫌になって放置なんだから、お金をドブに捨ててるんだから、だからそれぐらいもう嫌だってなっちゃうんでね。だってイヤホンもそう、ヘッドホンもそうだよね。オーテクの M40X ねえもう嫌だっつって、なんかなんだこれして、すぐ押し入れ入れて何年もねボロボロになっちゃったんで、そういうの考えるとな、もう一回そういうの聞いちゃってると、高いの聞いちゃってると、安いのでそこそこいいのありますかって言ったって、いやそこを妥協レベルで補えないものってあるかなどうなんだろうって考えただけで、いやちょっとおじいは難しいな本当。イヤーパッド1000円ちょっとぐらいだったらイヤーパッド変えてそのままワイヤレスで使ってるとか、多分ちょっと穴掃除するとか、コードは別のちょっと太めのやつ、細い太い相性があるんだよ。まあ話すと難しくなっちゃうから、まあ多分無理だと思うけど、おじいも苦労したんだよケーブル相性を見つけるのに。まあでも全然接触がって言ってるぐらいだから、まあザザザザザぐらいだから、そこのとこ、まあ本当はピンをねこう立てるなんで、なんででもな難しいしな、だから本当ね、いやおじいは今回はね、いや昔なんかありますけど分かんないな本当。アップルのそんな5万円近いものを聞いてて代わりになるものって思いつかないな、ね、誰かおすすめある？ヘッドホン。ねえ、まあおじいヘッドホンは本当に使う時って限られるんだよね本当。ガチンコでなんかちょっと聞く時以外あんまないからな。手軽さで言ったらねえイヤホンなんで。まあヘッドホンは本当にある意味なんか透き通ったようなクリアさがあってね、バランスよくなるっていうの、いや中華イヤホン中華ヘッドホンでそこら辺をクリアするやつってのはあんまわからないしね。おすすめね。だ何に使ってるのかわかんないからさ、
まあ部屋で叱ってる人しか分かんないからな。だほんと難しいね。あのアンプに接続するんだったらある程度音はね調整できるけど、これスマホ直とかだったら下手すると iPhone とかね直出しでとかって使ってそうだし、パソコンとか、いやー今回ばかりはちょっとおじギブアップだわこれ。ヘッドホンに関してはちょっとギブアップだわおじは。ちょっと難しいな。ねえ、守護神あればイヤホンはね、あのおおっていうのはあるけど、ヘッドホンは難しいな。今の時期特に暑いしね、本当耳の周りすげえ足、まあエアコンかかってればまああれかもしれないけど、おじいエアコンかかってる環境あんまないからね。足だくになってあの熱中症になって、ああってクラクラするって、これがもう日課なんでね、え本当に苦しくなって、もうここにずっといると本当もう苦しいんだよ本当ね。あの息も苦しい、今日はまだマシだけど、この36ミリの板、あの18ミリ 3枚重ねだから、もう温まったらもう鉄板なんだよ本当ね。そこにずっと一日いるんで苦しいんだよ本当。もうこれなんてとってもじゃないけどできないけどね。なんかもったいないな、こんな高いやつねえ。なんで、まあ、誰かあの予算 4,5 千円ぐらいでおすすめのやつがあったらね教えてください。おじいはちょっと無理だね、中華でおすすめ、もう使ってたのがもうこんなとんでもないの使ってたんだったらちょっと無理だね。このこのイヤーパッドで一回そのボロボロをこれを付け替えて元通りにして、もうちょっと元取れるまで使った方がいいと思うけどね、おじいはね。どう、皆さんの意見どう、おじいはそう思います。なんかね、まあ一応これリンク貼っとくけどね、4000、5000のね中華ヘッドホンって本当あの一番中途半端なんだよ。なんかあのイヤホンとかあのそうなんだけど、本当一番ね、一番本当中途半端なんだよ4000、5000って。だからあの本当2、3000円ぐらいのなんかやつはおもちゃっぽいし音がね、で 4,5 千になるとちょっと変わるんだけども、でももうちょっと背伸びすればやっぱりね、イヤホンもそうなんだけど1万円前後っていうとガラッと変わるんだよね。オーテクで M40X もアンプつけたら結構あの鳴らしてたけど、やっぱり5000円のドンシャリとを比べるとやっぱ値段の差は大きいなと思うからね。だから最低でもここら辺1万円前後ぐらいの話聞いちゃうと、ここら辺に戻れるかなっていうと、それしかなかったら使うかもしれないけど、やっぱりこっち側に行きたくなっちゃうし、でそっから上のやつっていうとどうなんだろうね、はーってなるけど、組み合わせ方によるんで、ある程度の環境とか音源もちゃんとしないとポテンシャルが引き出せないんで、おじいの場合はイヤホンはだいたい1万円から1万5000円ぐらいがもうてっぺんかな。そっからいいやつ聞いてももうなんかパフォーマンスを生かしきれないと思うんだよね。ヘッドホンもさ、本当あれだよね、今 YAM2 とあと、まあ、モニター、まあ、ここら辺ね、これなんだっけ名前、
うん、M1ST か、ね、ここら辺、ここら辺でももうリスニングにあんま向かないけど、あの聞こえない音が全部聞こえるんで、うちはこれこういうの楽しくてたまらないんだけど、でもここら辺は値段がとんでもないからな、おじいとしてはヘッドホンガチンコで Y マーク2すっごい気に入ってるんで、なんか一発ずっと使うから満足できるやつって言うと、おじいはそれを示したけん、予算がね全然あれなんだよね。これか、あったあったあった、これね、今いくらぐらいなんだろうな、やっぱり3万円ぐらいするんで、これのシルバーなんで、並行輸入品で3万円だから、並行輸入品じゃないやつだとさっきあったやつか、これが正規感じゃ、あれおじいと同じシルバーってないの？シルバーないの？あったあったあった、よしと、これだね。並行輸入品じゃないけども、29,800円、残りあと1点なんで、これ、お得な方なの？あ、違う。これ中古だ。中古で29,800円だ。新品がないんだ。新品は、このブラックか。でも一時的に在庫切れ。ね。だよね。この旧型は おじいがダメだって言ったやつどうなんだろう、ただの 1A ねえ、あんのかな、どうなのかな、もうないか、さすがにね。でもなんだかんだ言って、でもありそうだけどね、MDR1A あった、なにまたプレミアついてんのねえ、新品が37,140円で、これはシルバーは、これは中古かな、あ、新品であれか、このなんか何、この茶色いやつ26,480円だって、これね、そっか、まあ、おじいはこの音は全然こもっちゃって、ありえないっていうか、低音にみんな持ってかれちゃって、中音がなんかボーカルとかがちょっと隠れちゃうし、おじいはこれはダメだったんだよね。これが本当にドンピシャだったんだよね、おじいはね。すっごい意見真っ二つに分かれてるんだけど、ね、4,000〜5,000円の予算で、ヘッドホンでちょっと探してみようか。でも探してみようか。でもこれね、
スピーカーとかイヤホンとかヘッドホンってこうやってね、あの探しても予算の中でとか探しても絶対無理なんだよ。あの聞かないとわからないし、自分のいつも聞くのを持ってって視聴しないと、あの みんな違うからね、好みも違うし環境違うし、本当あの音が鳴るものに関してのレビューほど全く当てにならないものはないからね、本当に本当で。予算が5000円ぐらいって絞れねえんだよな。これ1500円から1万円になっちゃうんだよな。ここら辺からやっぱワンオーディオが多いな。うーん、オーテク M20X 20だとすごい下だしね。オーティクの M20 選ぶんだったらね、 OG の40あれパッドだけ交換して聞いてる方がまだいいよね。これね、パッドがほらボロボロ、使ってないけどボロボロ、これね。これ買った時は思い切って買ったんだよな、本当。でもがっかりしたの、届いてね、アンカーとかな。うん、ソニーのここら辺が4880円ぐらいになるけど、あ、でもこうやって見るとさ、ワンオーディオとオーテクだったらどう？オーテク選ぶよね。いやでも違う。ノキアなん、まああんまよくわかんねえとこのやつも出てきてるけどさ、安いの。ここら辺どういう、こうオーディオテクニカのダイナミックヘッドホンね、 AVC500 とか ここら辺なんか結構 OG 好みだけどな。でも これより M40X より安いんだけど、どうなんだろうね。ダイナミックヘッドホンだから音どうなんだろう、これと比べたら。あ、パナソニックとかはやめた方がいいね。やっぱパナソニックは絶対やめた方がいいよね。おや、アンカーとかさ、そういうの嫌いなんだよ。あ、マランツプロモニターヘッドホンだって、こんなのあんの40ミリで3782円。おお40ミリと50ミリで、この40ミリなんかこれかっこいいな。3750ミリいくらよ。50ミリは6436円なんだね、やっぱりね。まあこっちしっかりしてるもんね。なんかこれでもこの感じのなんかすごいなんかちょっと、ああなんかもうマランツってなんかかっこいいな、なんかな。まあこっちもちゃんとマランツって、ああなんかロゴちっちゃいなこれ。ほら、あでもなんかデザイン独特でいいねこれね。マランツいいね。いいね、いいね、デザインいいね。マランスかっちょえ、いいね。でもこれがなんかあのいいな、ちょっとこうなんかあのねなんかあの
バランスっぽくない？なんか昔っぽいっていうかさ、これいいな、いいね、このぺっちゃんこ具合がなんともいいな、なんか、ちょっとどんな感じです、ちょっと 上から見てみよう。この40一定型、うん、お泊まりがしにくいね、ああなんか、すげえ興味あるんだけど、外からノイズも入りにくい密閉型ヘッドホン、4000円台か、これなんかすげえ興味あるな。あれ違うヘッドホンしてるよ。あれこれ違うよね。これは違うよね。これは6000円くらいの方だね。これ違うじゃん。これ高い方じゃん。よし、カスタマーレビューをちょっと見てみよう。カスタマーレビューを一番下まで行って、すべてのレビューを参照して、で、40ミリの方にして、で新しい順にして、新しい順ね、じゃあこうやって見てるんだよね。まあモニターヘッドホンとしては優秀、何よりも値段見てください。いいものを数年使うよりも半年ごとにこれをつけた方がまあいいよと判断。そうだね、そうだよ。だから本当4万円5万円の高いの2年でダメになっちゃうより、こういうのね、だマナツのやつとかこういうのはね、やっぱり音の老舗のやつをこういろいろ聞いてて比べた方が絶対になんかいいよね、人生勉強になるよね、いい音の判断が、そんな気がする。おじいもさ、オーティクとソニーだったらオーティクの方が好きだったんだけど、ソニーはぼったくりばっかだからどうせろくなもんじゃねえと思ったけど、でも実際に聞いてみたらやっぱ納得するもんね。でも取りすぎだなって思うんだけど、でもって感じだもんね。やっぱね、比較してみるっていうのはやっぱいいことだよな。まあ、メガネの上からセットして3時間ぐらい使ったけども疲れないよっていうね。で、音質もこの価格では良いと思う。だから5000弱の値段で、その値段で、この音だったら良いっていうね。まあそうなんだろうね。オーディオの視聴はできてませんが、私的には楽器でのエフェクター再生では大変満足する音でした。おー、軽いし頭を振ってもずれることなんかし、うわー、もうゲームキャプチャーツボテック13好みじゃないの、こういうのって。エレキギター練習のモニター用に購入だって。価格の割に音も装着感も良いですよ。密閉型、あ、これでいいんじゃないの。ねえ、どう、ドンシャリ系ではないって書いてあるね。素人耳のレビューで比較的フラットな特性で低音や高音が弱く感じますが、バランスは良いと思います。つけた感じは抑えも強くなく楽です。おお、でもこの人はだよっぽど頭でいけんだろうな。本当ボンバーマンの敵みたいな風船みたいな頭してるんだろうな見た目がほらかっこいいって、ほら出てきた、ほらかっこいいよね、かっこいいんだよ。低音は強い、中高音域は薄いフィルターをかませたような感じかな、聞き疲れない。ああ、じゃあ
おじいがあの紹介してこの間まで半額で899円で買えたこのこれみたいな感じじゃん。じゃああれピント大丈夫？あれピント死んだ？あれピント来てる？おじいあのおじい目がぼーっとしてるけど、でもぼやっとしか見えないけど、でもなんかボケてるような感じするんだよ。大丈夫？まあラジオで聞いてる人多いだろうけどね、うん、なんか気になるな本当。おじいの 目なのかどっちなんだ。大丈夫本当。まあ見た目もいいよねだね。まあコスパ最高。プロのモニターよりも値段が値段期待しないで買った。うん。で音の完全な再現には至らないけども、だからといってぼやけているわけではない。低音から中音高音まで濁ることなく快適に再現しているので音楽ああいいじゃん。YouTube や Amazon のビデオの視聴などに、公的っていうの？両耳なしとイヤーパッドが柔らかいので音質合わせて近寄る。あ、このカメラ、あの、どう？おじいが見つけたマナーツ、これだったらあの予算以内なんだけども、いかがでしょうか？あの、評価悪くないよ。本当でちなみになんだけどちょっと待ってよ。スタイルをちょっと50にしてみようかな。こっちの50ミリの方にして、まあ、50ミリはありきたりなんだよな。でもこれかっこいいけどな。まあ値段の差がね2000円弱なんで、まあこっちの方が多分いいとは思うんだけど、でも見た目とかあれとかね、こっちの方が好きなんだけどな。あの40の方が、40ミリの方が。でこれにして、あれ50ミリにならないな。あれなんで？50ミリにしたのにレビューは40ミリになっちゃうの？よいしょ。あ、出た50ミリでね。50ミリの、はい、じゃあ50ミリの6000の方ね、ちょっと見てみましょう。うん、実際の音より低く聞こえる。低く、おーい、ちょっとどうなってんだ。パナソニック大丈夫か、おい。今までこんななんなかったよね。大丈夫パナソニック。すごい調子悪いなぁ。まだ録画してるよね。低音が聞く感じで、普段これで音楽を聴いてて慣れてしまい、その調子でカラオケでアプリ使用したら、いざカラオケに行くと、低音が取れずびっくりするくらい音痴になってました。購入する前に使用していたヘッドホンでカラオケすると音程が戻ったので、ボーカル用ではなさそうですって書いてあるね。なんかいきなりあんまりいいレビューじゃねえな。ケーブル接続タイプではおすすめ。うん、
っぱり径が10ミリ違うんですけど、40ミリとはサイズがかなりでかいです。ポータブルには向きませんが、耳を押さえることなくゆったりとしたホールド感、音質もそこそこのスピーカーに負けない音域の設定ができるよって書いてあるね。音質も不満なし、イヤーパッドが分厚く質感がいいよって書いてあるね。まあ長持ちするな。でもあのペチャンコのやつまで結構馴染むけどね。遮音性は手で女と同じぐらいありますよっていう、まあ想像するね。モニターなので高音低音がわざとらしく強調されてるといったこともなく、まんべんなく音が聞こえますよ。まあ、主に音楽や動画の視聴に使っていますが、これといった不満はありませんか。無理やり蹴ってあげると箱がでかい。まあ知れてる意味ベーシストが鳴らしたい低音が鳴る、低音の音質、信じられないような深めなる音質は評価できる。大きく重いヘッドはダメ。ノイズは感じられないが、高音ははるか奥にあって、ああ、やっぱ40ミリの方がいいな。やっぱりそうだな。坊木さん、おじいの探した中では、これマランツいいと思うよ。まあ、一か八かで、外れたら困るな。おじいがこのマランツ、マランツ言ったけど、おじいさん、音試したよって言ったら困るけどな。これかっちょいいけどな、この40ミリのやつな。おじい好みだけど、なんか、色具合もなんかいいよね。なんか、かっちょいいよね。いや、渋いな。かっこいいな、これ。ねえ、どうみんな、こっちの方がなんか良くない、おじい好き、こういうの、さあ、桃木さん、3782円で勝負してみますか。あれ、さっきもうちょっと4000円ぐらいしたかった、さっき4000円ぐらいしたかったっけ。3780円なの、同じだ。50ミリの方が6400円だから値段が全然違うんだね。で、値段今安いじゃん。おお、通常3960円で売ってたのが今3782円だから今安くなってるじゃん。しかもアマゾンの値段で安くなってるから、で年間通してみると3744円、まあ年末年始ぐらいにはもう、同じ値段だ、同じ値段、年末年始同じ値段だったんだ。でその前がちょっと3953円で、去年の今頃は3474円だったんだ。で全期間が2000日ぐらいあって、スタートした頃3年ぐらい、そうだね、妙にプレミアムがついていないし、買って、今買ってもお得な時期だね、これね。はい、そんなわけで、おじいが桃木さんにおすすめしたいのは、これだね、マランツプロモニターヘッドホン、密閉型オーバーイヤーヘッドホン。有線直径40ミリドライバー、楽器演奏配信 DJ ゲームテレワーク MPH1 というモデルになります。さあどうだ予算に収まる、ね、まあ聞いたことがない音だけど、でもあのレビューの内容からするとなんか想像つくんだけど、多分おじいの好きな音だと思うんだけどな。あとなんかあんまりあれだもんな、ほらこれおじい持ってるの、ほらやっぱ一番するじゃん、これほらこれ M40X これ11636円じゃん、単品でこれこの音
おじいはもう機械音にしか聞こえないけど、うわーもうボロボロがすげえ、ボロ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 、イヤーパッド交換すればいいんだけど、もうノリこれすげえの、もうこれと外したのかな、これもうついてる、うわーもうボロボロ取れちゃってさ、よいしょ最悪だよこれ、よいしょ、 M40X に使えるイヤーパッドをちょっと探してみようかな、ちょっと数百円だったら借りてもいいかな、よしよし、ね、なんかこんな感じになってんだねこれね、うん、M40X だ、おじいの本当はねこのもう一個上のやつを買えば結構マニアックな人でもダイジェスタンだったみたいなんだけど、 40X ねちょうど1万円ぐらいだったから、うん、ステップアップに本当超ボロボロ、でも悪い調子じゃなかったでしょ、でも今のおじいの耳にはもうこれはあんま聞きたくないんだよ、よし、よし、お尻拭き、うちのおふくろと親父が入院した時にねいっぱい買ったんだよね、よいしょよいしょよし、普通のウエットティッシュみたいにこうやって口みたいだけど別に汚くないよね、普通に使ってるんだけどウエットティッシュでお尻の成分でできてるわけじゃないでしょ、よいしょ、ちょっと他もうちょっと他に見てみるか、うん、やっぱこうやってね探しててさなんかビビビビってくるものがあるよね、うん、こういうのもねなんか手話ね、うん、あなんか聞いたことあるな、なんかあイヤホンかなんかで聞いたことあるな、これなんかやたら高いの出してなかったか違ったか、だからこういうところの高いの出してるところの6000円だと2、3000円ぐらいだと同じなんだろう多分、おそらくこのワンオーディオのここら辺と同じだろう3000円ぐらいの、そうだね、やっぱりもうこうやって運命だね、ビビビビビビって来たからね、これは確かねゲームキャプチャーつぶてっくゆきちゃんが買ったやつかな、50買おうと思って車両があってちょっと安かったからでプチッと違ったって言った、違ったかこれ、ワイヤレスがついてないからダメなのかな、盲目さん確か間ね両対応って言ってたね、有線が緩くなったからワイヤレスばっかり言ってたから、あれおじいが今いいなって言ったのワイヤレスはついてないからね、これねどうなんでしょう、ワイヤレスがついてないとダメなのかな、どうなんだろうね、AKG か、 AKG もね有名だけど聞いたことないんだけどね、もうこうやって見るとさなんかビビビビってくるのがないよね、うん、ない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 、今ガチンコで本当自分だったらって感じで探してるからね、
もうやっぱないよ、みんなこんな感じ、もうみんな同じようなもんばっかだもん。ああまあつまんないな、やっぱな。ない。まあ、アセキ電気この1200、まあ、これはだけど1200円の割にはなんかかっちょいいじゃん。1241円なの。まあこれ安っぽそうなんだけど、でもなんかあれだね、なんかアサヒ電機ってなんかかっちょいいな。エルパって書いてあるよ、あのエルパってこれじゃなかった。アサヒ電機で40ミリドライバーしっかりこれ、まあ20から20クレヘルツだね、5メーターで。あー全体的に評価すげえ悪いな、やっぱり。もので聞くと音がクリアだって。まあみんな微妙だね、微妙だね、安いけど、うん、これはもうやっぱり却下だな、却下だな。あでもヘッドホン選びってでも楽しいよ、ほんと。ねやっぱないね、ビビビビビビってくるものはない。で、あともう一個 C って探し方が、最新の順にして新しいもの。やっぱないな、ないね。おすっげえな、すっげえな。ない。ビビビビビッとくるものはありません。ね、ないです、うん。やっぱりおじいが、そうだね、予算が 4,5千円ぐらいでどれがいいかなと、YLSはないけれども。3782円で、このマランツのこの MPH1、これだな。おじいがもしプライベートで逆の立場だったら、これを買う。予算4、5000円だったらこれを買う。間違いなく。480の評価で星4です。これね。マランツだったらね、信頼できるよね。はい、まあ、これが答えです。うん、マランスの方がいいね。はい、そのわけで、この辺で終わりたいと思います。うん、まあ、ビーツスタジオ3あなたならどうするっていうことでね、まあ、予算 4,5千円、5,000円まで出したつもりでマランスを3700いくらで買って、で余った1000円ちょっとでカバー買ったらどう？両方買ってちょうど予算5000円じゃない？収まんない？ビーツスタジオだってあれでしょ、有線がガラガラ言ってるけど、そのボロボロのパッドだけあれすればワイヤレスでは使えるわけでしょ、まだ2年だし。だから予算5000円で有線はマランスで、ワイヤレスはこっち、パッド交換すればいいじゃん。両方楽しめるじゃん、音の違いを。
どう5000円だそれでいかがいかが、ね、3700いくらに、ね、ちょうど5000円ちょっとだけど、まあ、5000円超えてこないっていうんだったらこの999円買えばいいしね、うん、どうよ、ね、はい、おじいの最終判断はそうなりました。見ている皆さんどうですか、ね、こんなのもあるよっていうのがあったらどしどしコメントをお願いします。はい、桃木さん、いいアドバイスできないけどもね、これがおじいの答えです。チャレンジして失敗しても恨まないでね、ま、バランスだったらそんなに悪くないと思うよ、マジでね。はい、以上です。またね、バイバイ。